我看一下别的手机。要是听得见的话，请告诉我。咦，为什么？诶，看一下这个。好吧。好像真的有点歪了。这样子，皆さんこんばんは。はい。今日は。聞こえるかな？喂喂喂。はい、大丈夫そうです。電波がちょっと悪い。でも、今日は大丈夫そうな感じします。はい、今日は、situation、まあ、英語の situation ですね。situation 別の挨拶。中国語の挨拶。結構、なんで今日はこれについて教えたいというのは、結構みんなもう、ニハを使わないでいう、なんか、ちょっと情報ありすぎで、本当にもうニハを使わないですか？使いますよ。使います。ニハは使います。使うから、だから、初心者向けの初めてのレッスンは必ず、ニハか、ニンハ、使います。でも、どんな時使わない？それは本当に、シチュエーションですね。まるでこの、シチュエーションによって、話すことは違います。まあ、ニハはいつ使う？今日はについて、一緒に勉強しましょう。実は、いろんな調べで、中国語で挨拶するのはまとめで、全部で5種類はよくあります。つまり、シチュエーションは今日は、5種類に分けます。1番目、ニハオ。これは使うかどうかですね。いつ使う？ニハオ言われたらどうやって返事する？ニハオ。对。使います。いろんな調べで、まあ、調べなくても、本当の日常会話の中にも、中国人同士もよくニハを使う。でも、友達同士じゃない。所以、朋友之间、我们不说ニハ。友達同士は使わない。还有、同事之间也不常说。同僚の間もよく使わない。还有、家人、家族。所以、ニハを使う。時はいつになるでしょう。好的。当然是那个你好と您好挨拶する時はビジネスのシチュエーションですね。初対面、初めてに会う人は、そしてすごくちゃんとしてる時、例えばビジネス相手、お客様と会う時は、お客様と会う時は您好、您は尊敬する。で、そして自分と大体同じの年齢にしても、でももう本当に会社のビジネスの相手だったら、どっちかというと您好の方が一番正しいですね。您好。那我换一个颜色写拼音吧。ちょっと色を変えます。换一个颜色。换红色的，因为我喜欢红色。这个是你好，这个颜色有点浅哦。ペンが太く見えるけど、実は書くとめっちゃ細い。这个笔太细了，細すぎる。您好。看得清楚吗？見えますか？好的、じゃあ続けましょう。実は挨拶の中には、ニーハオは一番セーフ、一番安全ですね。一番安全です。特に外国人たちにとっては、ニーハオはすごく安全です。そもそもなんかすぐ初めて会う人は、すぐ親しい関係にはならないので、
だから初めて会う人は你好か你好一番安全です。でそして你好、自分と年齢が近い人、你好、ちょっと自分より年配する人、所以よく使うときは、所以比如说是、まあ、使えない、まあ、使えるのは、第一个是初次见面。初めて会う人は使えます。しかも使ってください。適当のハローとか、ちょっと、この人、你好の方が簡単ですね。初次见面的人に使える人、使えるとき。まあ、友達になるつもりもない人。まあ、これはちょっと言ったら失礼かもしれませんけど、で、あんまり、なんていうかな、すごく親しい関係じゃない人。だから、まあ、これからもそんなに合わないかもしれません。日本語のこんにちはみたいな感じの程度は、你好、没有问题。您好、比如说商务会话、商务、ビジネス会話。ビジネス会話の時は、您好は大事です。您好、您好、您好。记住了吗？好的。所以特に你好言うときは笑顔ですね。笑顔で你好。对，所以不是非常那个，就是关系不是非常非常好的，或者是第一次见面的，或者是商务会话，那大家应该说您好或者你好。わかりましたか？この2つのシチュエーションは、您好か你好使えます。質問があれば、ぜひ質問してください。要是有问题的话、可以评论、可以评论。大事です。所以、你好。你好はもう2回目以上か、もう親しい関係になった人は、もちろん、你好は、您好。そんなに使わない。でも、一般的に使います。明白了吗？对。まあ、2回ぐらい、3回ぐらい、もしそんなによく連絡してない人、まあ、すごくいい友達じゃない人も、你好と您好を使った方がいいです。もし、これから勉強する挨拶の言い方、勉強使うと、ちょっと慣れ慣れしいのイメージになっちゃいますので、だから、你好、您好、使います。で、你好、您好、で言われたらどうやって返事すればいいですか？まあ初対面に会う中国人、例えば你好で言われたら自分もあ你好言われたら你好で返事すれば OK。 你好、您好、そして会話によってまた変わりますね。でそして您好で言われたら您好で返事する、これはもう没有问题吗？没问题、这个很简单。所以、你好言われたら、一番目の反応はすぐ、あ、你好、你好。で、你好言われたら、你好、你好。这个没问题吗？所以、记住、什么时候用、覚えてください。いつ使う。いつ使う。どんな時使う。これは大事です。そして、你好。今は、実は、今の社会、よく、まあ、特に上海とか東京とかこんな大きな都市、本当に今日はこの人と会ったら次回もいつ会えるわからないっていう状況が多いですね。こんにちはみたいな感じだからフューニングですね。で調べたらなんか中国人同士調べたら一番便利の挨拶のは実はみんなよく使っているのは、你好と您好、80% 使われてますよ。なぜなら、いろんな人と出会って、実は 80% の人たちは、親しい関係にはならないということです。だから、普通の関係の友達ですね。だから、パーティーに参加する、初めて会った人で友達に紹介されて、
された時、あとビジネス用っていう時はの挨拶は、中国人同士もよくニハで、ニハっていうだけ。違う、没问题吗？もしみんな中国にいたことがあったら、店にもよくニハ言われますね。欢迎光临、いらっしゃいませもよく使いますけど、でもある店はニハは始める。あと電話の時も使いますね。ニハ。で、年下の子供からニハで言われても、ニハと返す。それ丁寧すぎる気がする。それ子供は何歳によってですね。もしその子供は10歳とか、たまには使ってもいいよ。すごい優しい人。例えばその子供はニハオ、アイ、多分アイ呼ばれるとか、ニハオ、叔叔、おじさん、一番悲しいですね。叔叔で言われたらね、たまたま中国人の子供たち。まあ、例えば、同僚の子供とか、ニンハオ、おばあさん、ニンハオ、アイ、ショックだね。言われることが、今はまだないけど、ちょっと嬉しいけど、子供の今の中国語、アイ、阿姨、叔叔。阿姨と叔叔は、阿姨と叔叔は、叔叔、おじさん、阿姨、おばさん。でも、知らない人も、知らない、ちょっと、年取ってる女性も、阿姨。で、ちょっと年取ってるおじさんも、叔叔。なので、子供、例えば10歳の子供は、ニハオって子供に対してよくニハオで挨拶するですね。でもその子供は一般的に自分より年配のアイにいたら、アイニンハオよく言いますね。アイニンハオ、アイニンハオ。その時はニンハオ小朋友言うとちょっと微妙ですね。子供に対して小朋友。その子供、あ、見えないかも。小朋友。小朋友就是名前が知らない子供。你好小朋友。对。所以子供に対して你好、你好。这个没问题吗？たまたま你好で言ったら冗談っぽく言うのも、你好で言うとその子供すごい喜んでる感じですね。好、这个没问题吗？对。だから多分これ言われたらちょっとショックかもしれません。あい。阿姨はおばさんですね。でも今は結構みんな、まあ本当にもう、多分もう、おばさんになった年齢なんだけど、でも聞くとちょっと耳が痛いっていう時もあるので、みんな気を使っています。だから自分の子供も同じ。ただ自分の子供は、ちょっと、まあ若い女性か、そんなに若くない女性か、若い男性か、もうそんなに若くない男性、まあ40代かな、もう50代になったらまあ叔叔か阿姨でいいけど、でも30か40よく年齢がわからない時は阿姨言わずに姐姐、お姉さんでいた方がいい。姐姐、日本はどんな感じわからないけど、まあ中国はよく姐姐、叔叔も言わずに、哥哥、お兄さんっていう。哥哥、お兄さん。所以知らない人と挨拶するとき、子供の呼び方ね、その子供は、あ、叫姐姐、この人、姐姐を呼んでください。所以他们常常说姐姐、姐姐您好、或者姐姐你好。对、这个不是非常重要。でも、初対面じゃなくても、まあまあ、関係はそこまで親しいじゃない人は、您好、使いましょう。对。もし本当にもう何年間も付き合ってて、
ですごく親しい関係の人たちは他の挨拶の仕方もあります。好、じゃあ続けましょう。どんな時、晚上好、覚えましたか？你好と你好使いますよ。あ、我的眼睛这个很脏。好的，我们再来看下一个。记住了吗？这个很重要。これは大事です。你好と您好。初対面はもう 100% 使いますね。初対面の人。あとビジネスの時も 100% 使います。で、そして2回目か3回目、関係はそんなに、親しいじゃない人たち、你好の挨拶使い続けましょう。で、本当にすごく、もう同僚になって4年間、もう同僚になって、もう付き合ってる自分の彼女とか、もちろん你好、你好使わないですね。で、じゃあ、どんな挨拶しますか？自分の、もう、老朋友ら。老朋友は、もう、結構付き合いが長い友達は、你好、もちろん使わないです。じゃあ、どんな時、どんな方に使いますか？そして、中国人同士。例えば、もう、3年、まあ、自分の同僚とか、同事、自分の友達、朋友とか、我们可以说第一个，你吃了吗？对，你吃了吗 ？Hello， 可爱的 ，You asked， I did it， 哈哈 ，Hello， thank you for joining， but today I'm going to teach Chinese in Japanese， so yes， 今天我们要学习。今天是说日语。今日は日本語。吃饭了。对。吃饭了。对。要是我们就是非常好的朋友。もし私たちもすごくいい友達。あとよく、よくメール、ウェイチャットしたりとか、よく電話したりとか、まあ、もう関係がいい友達だったら、你好言うと、ちょっと外外しになりますので、だから、你吃了吗？の方がちょっといい感じですね。你吃了吗？食べましたか？食べましたか？すごく。なんで中国人はよく食べましたか？っていう気になるんですか？为什么我们常说你吃了吗？で、理由は2つがあります。有两个理由。一番目は、中国人真的很爱吃。中国人は本当に食いしん坊が多いです。我也是一个吃货，亏心博吃货，我的心魔吃货，吃货吧，亏心博的是呢。我也是一个吃货，我的心魔亏心博的是。身体好吗？もいますか？身体好吗？もいます。それもいます。それもそのこれからの一つですね。好。で、你吃了吗？は一番基本です。身体好吗？言っても大丈夫ですけど、でもそれはよく、ちょっとあまり好きじゃない、身体好もあまり好きじゃない人もいますね。なんか私もしかして、あれ私ちょっと痩せた？そして私あんまり元気がなさそうに見えるとか。そういう身体好もちょっと体調が悪かった人に対して、っていう、身体好もちょっと体調はどうですかっていう意味にちょっと近いので、身体好もいても大丈夫ですけど、でも、身体好吗じゃないものもっといいかもしれません。まあ最近コロナでね、いろんなみんなちょっとコロナになっちゃった人が増えてるから、今は身体好吗まあ使っても OK と思います。で、もっと普通ののは、よく使うのは、これは、你吃了吗？中国の南の方でも、も多いし、中国の北側の方もよく使います。你吃了吗？食べた？とか。なんで、你吃了吗？聞きますか？さっき、理由1は、中国人真的很爱吃。みんな結構食いしん坊の人が多いですね。で、あとは、なんかいいことがあれば、
そして祝うことがあればみんな集まって食事するは大好き。なのでレストランはレストランにあるその机結構でかいですね。だから人にでなかなか入りづらい店はいっぱいあります。テーブルがいつも这个大桌子。まあみんな旅行、もし中国に旅行とか仕事いたことがあれば見ましたか？中国のレストランの机は大体でかいですね。あと席が多いです。なぜなら一般的にみんな外食するときはほぼ友達とか同僚たちとかちょっと飲み会みたいな感じですね。あと友達のまあデートは別なんだけど、デートはもちろん普段にですけど、でも一般的なレストランはテーブルがでかい、桌子很大、椅子が多い、椅子很多。その理由は是因为大家喜欢聚餐，みんな聚餐が好き。聚餐というのは集まり、飲み会。聚餐，聚集まる。こんな感じの方がいいかな。聚集まる，餐食事する。だからみんな集まって食事をするのは大好きです。这个没问题，所以大家喜欢聚餐，みんな集まって食べるは大好き。なので、なんかまあ多分いろんな国も同じかもしれません。食べるとなんか幸せ感が出るですね。だからこれも理由の一つですね。食べるが好きです。に、昔はまあ昔結構食べ物が足りなかった時期があったんですね。だから食べない、もう元気がないともう食べれない。あと食べ物がないともう苦しくなる。だからイメージ的に今もあるですね。ちゃんと食べれば必ず元気っていう気持ちもあるので、だから食べたら元気になるっていうイメージ。なので今は結構みんな普通に親しい友達覚えてください。親しい友達就是那个关系很好的朋友。あと同僚たち就是你的同事。あと近所の人たち你的邻居近所の人たち近所の人。あとまあ近くに住んでる人たちよく会う人たちに会った時散歩する時にいきなりあその人だもう名前も知ってて家族の人数も知っててそのくらいの関係になってから你吃了吗使いましょう你吃了吗你吃了吗じゃあ你吃了吗って言われたらどうやって返事すればいいですか中国人ならこの返事自然の返事はどうになるでしょう我们来看一下第一种一番目你吃了吗吃了。我吃了。你呢？私は食べましたよ。あなたは？这个句餐擦掉了啊。嗯，那我得写一下拼音。你吃了吗？あなたは食べましたか？我吃了。私は食べました。你呢？あなたは？で、大体我也吃了。私も食べました。実はたまには食べてないです。まだ食べてないのに。でも食べましたって答えます。なぜなら、もし、あ、我没吃でいたら、聞く方は誘わなきゃいけない。だからちょっとややこしくなるので、だから食べてなくても食べましたって答えてください。明白吗？这个是非常的
ちょっと変な文化かもしれません。ちょっと変わってる文化かもしれませんけど、でも 100% の答えは、自然の答えはみんな100、まあ、99% かもしれませんけど、あ、我吃了。你呢？大体我吃了。你好。对、明白了吗？挨拶の時は、まあ、親しい友達の間、近所の人たち、同僚とか、所以、食べましたか？聞かれたら、食べました。あなたは、我吃了。好、我们来读一遍。一緒に呼びましょう。えいの時はね。これは一番自然。この順番通りに、ちょっと、どん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 、ちょっと他の答えもあります。で、今日のフレーズは、そのまま覚えたら、そのまま使えますので、だから、ぜひメモしながら、メモしながら、あと発音も一緒に練習しましょう。はい。で、一緒に読みましょう。你吃了吗？你吃了吗？你吃了吗？对，言うときはもちろん笑顔。你吃了吗？じゃあこんな方にしますか？中国人は。你吃了吗？言いますか？それは大事じゃないです。その決まっ、その決まりのルールがないですね。こんな風でもいいし、こんな言っても大丈夫ですし、你吃了吗？对、食べましたか？对、我吃了。私は食べました。我吃了。你呢？あなたは？我吃了。好。对、食べなくても、我吃了で答える人が多いです。はいよ。じゃあ、本当に食べてない。今、食べに行く途中です。で、正直な人もいますね。あ、我还没吃。我还没吃。結構、日本語は曖昧な言語でよくみんな言いますけど、実は中国語も曖昧、言葉自体は曖昧じゃないけど、言うことはめっちゃ曖昧です。同じ、ただ曖昧さがちょっと違うところで表現するね。例えば、B さんっていう人もよく言います。我还没吃。一起吃吧。一緒に食べましょう。そうすると、もっとややこしくなるんですね。でも、これもすごく自然な答えです。对。好。那我把拼音也写一下。好，所以もし本当に食べてない、そして正直に言いたい時も OK です。B も普通、あと自然な答えです。自然な返事ですね。でもこれは大事です。食べてない、でも誘わなきゃいけないですよ。もし自分が食べてない。だから食べたら、じゃあ一応聞く。你呢？你呢？你吃了吗？言ってもいいし、まだ食べてない。所以可以说、我还没吃。私、还没、まだ。还没吃、まだ食べてない。还没吃。こんばんは。你好。好的。你吃了吗？对。よく、よくライブを見てくれる方、大体名前、まあ全部じゃないけど、よく見る名前があるので、大体ちょっと覚えました。そうすると、まあ、ある程度、ちょっと親しい関係になるでイメージで、そうすると、你好の代わりに、你吃了吗？私言っても構わないです。这个没问题。你吃了吗？じゃあ答えるとき。皆さん、你们吃了吗？你们吃了吗？我吃了。你呢？まだ食べてない。我还没吃。我还没吃，一起吃吧。一起，一緒に，一緒に，一起吃吧。吧の意味は一緒に食べましょう。一起吃吧，一起吃吧。これは普通ですね。一緒に食べましょう。よくなんかあれ？
ご飯誘うと向こうは困るじゃないですか。大丈夫です。安心してください。100% の人は必ず、あ、我吃了、我吃了。でも食べたら大丈夫です。って感じになるんですね。ただ、誘う方ののは大事ですね。まだ食べてない。一緒に食べましょう。一緒に食べましょう。一起吃吧。一起吃吧。うん。一起吃吧。所以聞く方、一起吃吧言われたら、あ、我吃了。我吃了。没关系。我吃了。对，所以 A さん、 A さん、 B さん、 C さん、 C、 C 也有一个 C。 对，我吃了，你呢？还没，我还没吃，一起吃吧。大体 A、B 二つですね。食べた時の言い方、食べてない時の言い方。うん。もし向こうは、あ、一起吃、一起吃、一緒に食べようよっていう感じだったら、いや、逆にあれかもしれませんですね。一般的にみんなも、あ、没关系、没关系、我已经吃了。我已经吃了。已经、すでに食べました。我已经吃了。嗯，这个没问题嘛。もしややこしい、すごい会話したいなら、B で答えましょう。まだ食べてない、一緒に食べようよ。向こうは、あ、もう私、もう食べましたよ。我已经吃了。我已经吃了。あ、じゃあ、下次一起吃。次回一緒に食べましょう。だったら、中国語で知ってますか？下次一起吃吧。对。所以、我已经吃了。これもよく使いますね。你吃了吗？これはすごく、普通の親しい友達とある程度関係がいい人に対して使う。晚上好。晚上好。吃了吗？你吃了吗？みんな、これ挨拶にする。みんな、你吃了吗？食べた時は、我吃了で答えてね。我吃了、你呢？私に聞く。で、まだ食べてない時は、你可以说、我还没吃。まだ食べてない。一緒に食べましょう。一起吃吧。一起吃吧。うん。で、我已经吃了。私も食べたよ。我已经吃了。对。本当に、会話もっと続けれます。じゃあ、我吃了你呢？じゃあ、我也吃了。私も食べました。とか。じゃあ、あとは、同じ。我吃了你呢？っていう会話が続くと、どんなフレーズが必要になるんですか？じゃあ、これについてまた続けましょう。これは、A は、これは本当に普通ですね。よく使う。我吃了你呢？食べたよ。あなたは、我还没吃、一起吃吧。まだ食べてない。一緒に食べよう。あ、我已经吃了。私も食べました。好、没问题。じゃあ、あと、他のフレーズがある。你吃了？我吃了。食べた。食べてない。さっきの一緒に食べましょう。D。一緒に食べましょう。でも向こうは、ああ、今日はちょっと用事があります。你给我请客吗？不是你给我，您给我请客吗？是您请客吗？これ言ったらね、めっちゃ失礼だよ。对、多分、ご馳走してくれるなら行きますよね。要是你请客、我就去。这个是开玩笑的时候可以说。冗談言うときは言っても構わないけど、でも、実は言わないですね。言わないです。実は中国で誰がお金払うのも、決まりが一応あります。決まりがあります。誘う方は払ってください。払わないとね、本当に大変になる。まあ大変になる。大変になるというか、多分もう、本当にみんな
もう次回は二度とがないです。一緒に食事するのは。だから誘いたいなら、ちゃんと払うつもり、払う準備をしないといけないですよ。だから誘う方が払う。多分アメリカか、まあ日本もそうだし、誘ってもワニ感が多いですね。アメリカもワニ感が多い。でも中国は誘う方は 100% で払う方が多いです。あと例えば2000円でいいとか500円でいいっていうのもあまりないです。で、その代わりに誘われた方は次回を誘わなきゃいけない。そういうやり方ちょっと違いますね。だいたい今日私払う、次回あなたが払う、そしてまた次回払うで。だからもう終わりがない。ずっとこの人となんかご飯食べなきゃいけないっていう時期になっちゃいます。で、在中国的话是、これもよく中国のニュースでもね、みんなちょっと悩んでること。あ、今回はすごい美味しいものをご馳走された。あ、次回はなんか値段がちょっと似てるようなものを値を返さないといけないです。だからこんな悩みもあります。对、所以不太好。好、那还可以怎么说呢？啊、你吃了、もう食べましたって言ったら、じゃあどうしよう。じゃあ次回一緒に食べましょう。これはすごく曖昧。多分もう一緒に食べないかもしれません。でも言うのは簡単ですね。まあ日本語みたいな。また今度会いましょう。でもいつ会う？わからないですね。また今度会いましょう。中国語も同じですね。あ、我已经吃了。もう食べました。じゃあ次回一緒に食べましょう。下次一起吃吧。下次一起。吃吧。下次，次回。Next time， 对。下次，一起，一起吃吧。もし一起吃吧，一緒に食べましょうって言ったら向こう我已经吃了，不用不用，大丈夫です。不用不用，我已经吃了。じゃあ、でその辺はもっと続けなきゃいけない。じゃあ次回一緒に食べましょう。この辺はちょっと日本の文化とちょっと似てますね。对，下次一起吃吧。下次次回，下次一起吃吧。もし近所の人は本当にもう家まで誘うのも多いです。比如说啊，还没吃，我还没吃啊，还没吃，来我家吃吧。うちに来てくださいよ。来我家吃吧。对，你还没吃，まだ食べてない。来我家吃，来我家吃。对，来我家吃。日本在日本，我不知道大家会不会常常邀请你们的朋友去你们的家。日本はよく友達を誘って家に行くのは普通かどうかわかんないけど、中国で結構みんなよく友達を誘って家で食べる。なんか料理作るの、一緒に作るのは楽しいっていう感じで。で、来我家吃。家、うちに来て一緒に食べましょう。来我家吃、来我家吃。对。所以大体、你吃了吗？って聞かれたら、さっきの A と B は普通ですね。我吃了。你呢？まだ食べてない。我还没吃。我还没吃。一起吃吧。一緒に食べましょう。对。もしもう食べました。我已经吃了。那下次一起吃吧。次回一緒に食べましょう。それとも、来我家吃、来我家吃。うちに来て、一緒に食べましょう。来我家吃。这个没问题。日本には、这个。日本、看一下。日本には、
家に誘う文化はないです。ああ、そうなんですか。我觉得たまたま、すごく、例えば、すごく親しい友達だったら誘うかもしれませんけど、日本人の友達に誘われたこともあります。对。我的教会の友達ですね。一緒に北海道のチーズを食べました。美味しかったです。次回も友達の実家にも行ってみたいです。すごくなんか、ずうずうしいな先生かも。まあ先生じゃないけど、すごく、ああ。もう嫌われるかもしれませんね。对。在中国的话、たまたま、中国でたまたまみんな、ちょっとなねなねしいっていう人が多い。私もその中の人に、たまたまちょっとなんか、え、いや、ちゃんとその線を引かないと、ついついなんか、なねなねしになっちゃう。不太好、不太好。对。好的、こんばんは。今から参加します。はい、よろしくお願いします。はい、これは一番目ですね。さっきは、にはとにんは言います。それは、そこまで親しい関係じゃない人たち。あと、初対面の人、ビジネス用の場面、もう本当に100パー使います。だから覚えてください。で、これはもう親しい友達、近所の人、同僚とか、あと、クラスメートとか、それぐらいですよ。じゃあ、にちゅるま以外に他の挨拶の仕方がありますか？あります。で、もう一個。で、もちろん、挨拶の仕方はいっぱいがありますけど、でも、まとめて言うと、全部で5個ですね。5個。1番目は、さっきの、ニーハオとニンハオ。これは2番目ですね。搞错了、这是2。2番目は、你吃了吗？你吃了吗？これはもう、すごい普通です。近所の人たち、同僚、友達、親しい友達よ。で、そして、もう食べました、食べてないっていう自然な、答えも、これ ABCDE、よく使います。だから、ぜひメモしてください。はい、3番目。第三个。擦一下这个。今天我又是穿白色的衣服。なんか毎回ライブ配信、ついつい白いここを着てしまいましたね。白が大好き。我很喜欢白色。因为我的皮肤比较黑。なぜか、ちょっと肌が黒いです。微妙に黒いですね。好、那第三个。你何でしょう？你干什么去？これもよく使います。你干什么去？でもこれは、自分の上司に使ったらクビされますよ。だから気をつけましょう。你干什么去是什么意思呢？你、あなた、干、やる。やるっていう意味ですね。做はする。干、やる。什么、何、去、行きます。何をやってますか？何をしに行きますかとか。你干什么去？这个也是、どこ行きますか？日本語みたいに。何をしに行きますか？みたいな感じ。你干什么去？そもそも干使ってますので、その二人の関係もさっきと同じですね。親しい関係の人たち。あと、若者同士。ちょっと適当っていう、ナチュラルのシチュエーションだね。你干什么去？
特别是那个好朋友，好朋友、いい友達、你干什么去？何をしに行きますか？你干什么去？で、答えるときは、まあ、正直に自分がやること言えば OK。比如说、我上班去。仕事行きますよ。我上班去。我上班去，我上班去，仕事行きます。我上班去，我上班去，上班仕事する。で、この去はなんで文末に置くというのは。話し言葉になると、去はよく文末に置きます。なので、だから去はここに入れても OK。我去、あ、你去干什么？你去干什么？我去上班。我去上班。明白了吗？たまたま、テキストにもよくありますね。たまたまこの去は、文末に置いてます。話すときはよく文末に置きます。そのときはだいたい話し言葉。日常会話みたいに。干什么去啊？やつけてもいいしね。ついちょうどやつけてしまいます。いつや、いつあ、いつば使うのは、前回のライブ配信も全部まとめましたので、ぜひ見てください。好。你干什么去？我上班去。仕事、これから仕事とか、我上班去。或者是、でも、我上班去だけでもいいけど、まあ、さっきみたいに、あなたは、你呢？あなたは、你干什么去？あなたは何をしますか？何をしに行きますか？っていう、自然に、你呢？つける方が、ちょっと向こうにも今日いいって感じ。我上班去、你呢？我上班去、你呢？这个没问题吗？还有一个。別に上班じゃない。ただ外でブラブラするだけっていう時もありますね。那我们怎么说呢？我随便逛逛。我随便逛逛。这个字写的有点乱。随便逛逛，随便逛逛，随便就是適当な感じです。特に目標がなくて、ちょっと外でブラブラするだけ。我随便逛逛，我随便逛逛。好，我们来读一下啊，我的笔掉了，我们来读一下。好的。你干什么去？你干什么去？你干什么去？我上班去。我上班去。你呢？我随便逛逛。我随便逛逛。对，我随便逛逛。这个我随便逛逛，店の中にも使えます。例えば。店に入ったら店員さんに聞かれて、何をお探ししますかみたいな感じ。何かお探し。
何を探しますかみたいな感じで、その時、ああ、特にっていう感じ、特にちょっと見るだけみたいな感じだったら、ああ、我随便看看、我随便看看、見るですね。我随便逛逛でもいいし、我随便看看でもいいし、看看、見る。我随便看看。嗯，我随便看看。我随便看看。我随便看看は、あの、店員としてお客様に使っても大丈夫です。请随便看看。あ、好きにちょっと、あの、見てください。特に、あの、もし、中国人のお客様は店に入ったとき、ちょっと向こうは、あの、緊張してるとき、あ、您好、欢迎光临、请随便看看、どうぞ、どうぞ、見てください、見てください、とか。这个随便、よく使います。好的。没问题吗？对，你干什么去？我上班去。你呢？我随便看看。か、我随便逛逛。嗯。最近犬連れて散歩することも多いですね、みんな。这个没问题吗？还有什么呢？でも、もう犬連れて散歩するも見えるから、だから。わざわざ、你干什么去で聞くのを逆に変なの。だから、あの、向こうは、もう本当に途中で偶然に出会って、そして、あの、なんか、どこ行くとかわかんない時は、よく、你干什么去。もし向こうも犬を連れて散歩でいう、もう見えるのに、わざわざ、你干什么去。ちょっと微妙ですね。很奇怪。ちょっと変な感じ。还有什么呢？あと他には你干什么去？别的说法。結構みんなこれプライベートが聞かれる感じじゃないかな。何をするのも報告しなきゃいけない。ああっていうイメージもあるけど、でも特に本音を言わなくても大丈夫です。我上班去、本当に上班じゃないかもしれません。あ、ちょっと仕事とか。ちょっと用事がある。よく言いますね。本当に仕事とか、具体的なことを言えないとか、言いたくないとき、ちょっと用事がありますっていう答えもよく言いますね。みんなも。そうすると、あ、我有点事。ちょっと、あ、みたいな感じあった方がいいですね。あ、我有点事。我有点事。我去办点事でもいいし。我去办点事。これもよく使いますね。あ、我去办点事。我去。我去办点儿事，ちょっと用事があります。对，办事儿。ここは一つの単語があります。办点事，办の意味はよく办公室あの office 办事儿，办事儿，なんとかのことをする。办はするの意味ですね。我去办点事。ちょっと、办点事はどっちかというと、ちょっと、あの、用事があるみたいな感じ。どんなこと？ちょっと仕事に関することが多いですね。我去办点事。あと、例えば、パスポートとか、ちょっとパスポートに関する。ちょっと、あ、ちょっと大事なこと。の時はよく我去办点事。因为办そもそも办公室、办公室義務みたいな仕事のイメージがありますね。我去办点事。
半点事で聞かれた、あ、ちょっとこの人は用事がある。その用事はちょっと仕事に関する、ちょっと大事なこと。我去办点事。あ、我去办点事。所以そうすると、もし向こうは我去办点事でいたら、ちょっと用事があるの感じで、あ、去吧去吧。あ、早く行きなさいとか。あ、快去吧快去吧。もし向こうは我去办点事でいたら、もっと、あ、办什么事啊とか。まあ質問してもいいけど、なんかちょっと嫌われますね。一番什么事？何の用事ですかとか聞くと、这个人有一点麻烦呢。对，麻烦就是ちょっとややこしい。所以向こうは我去办点事でいたら早く行かせた方がいいです。啊，快去吧，快去吧。你也可以说啊，办事啊，快去吧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 ，早く行きなさい，早く行きなさい。快去吧，快去吧。也可以说啊，这样啊，不打扰你了，快去吧，不打扰你了，不打扰你了，快去吧，早く行きなさい。打扰，邪魔の意味です。啊，もう邪魔しないっていうイメージもあるけど。あ、もう、不打扰你了。快去吧。本当に邪魔してないけど、でも、こんな風に言った方が、ちょっと自然ですね。对、你干什么去？何をしに行きますか？あ、我去办点事。ちょっと用事があります。あ、不打扰你了。あ、じゃあ早く。不打扰你，もう邪魔しない。邪魔しないから、早く行きなさい。快去吧。打扰，邪魔する。不打扰你了。快去吧，早く行きなさい。快去吧，快去吧。不打扰你了。快去吧，快去吧。所以不打扰你了言うと、すごく丁寧なイメージですね。あ、この人、ちょっと、ちゃんと気を使ってくれるっていうイメージがあるので、だからすごくいい。不打扰你了，这个没问题吗？好的，一个小时到了，一時間になりました。我要喝点茶。大概，还有两个，あと二つがあります。但是我要休息一下。对，因为我不能说两个小时。以前的课，昔のレッスンもよく二時間のレッスンがあって、大体。途中で10分休憩っていう感じがありました。所以我要喝水。这个是金银花。给你们看一下这个，看不见吗？看一下这个是金银花。皆さん飲んだことがありますか？金银花。啊，太好喝了。这个黑板马达有办法。哭泣在这儿。好的。呼。那么再一起读一下吧。今天早上喝了咖啡，所以我觉得我的身体有点不太舒服。咖啡因はちょっとアレルギーなので，所以身体不太好，所以以后我不能喝咖啡。我觉得咖啡拿铁也有一点危险。咖啡拿铁ちょっと微妙。はい，じゃあ一起读一下。一緒にもう一度一緒に読みましょう。
啊，我忘记擦口红了，今天那个化粧が。まあ、我坐这。はい、一緒に読みましょう。所以你干什么去？你あなた干什么？何をやる？去行きますか？何をやに行きますか？みたいな。何をしに行きますか？特にプライベートの単字じゃないですね。これ自然の聞き方だから、まあ本音言わなくても大丈夫です。ちょっと用事があります。あ、我去办点事。あ、我去办点事。办点事。办点事。ちょっと用事があります。我去办点事。あ、不打扰你了。あ、じゃあ、もう邪魔しないから、快去吧。早く行きなさい。快去吧。快去吧。没问题吗？有问题的话可以留言。質問があればぜひ遠慮なく聞いてください。最近日本語はちょっと微妙になってる。我要练习我的日语了。这个没问题。好，四番目。这个不要飞到我的衣服上来呀。好，我们再看第四个。你，这个也是常常用的，これもよく使う。4番目，你。这段时间いせです。忙吗？好，这个。你这段时间忙吗？对。先看一下，你是あなた。这段时间，这个段は时间の数量詞です。这段时间，我们常常说一段时间，一段时间就是啊、比如说，まあ日本語一段の時間言わないですね。一段时间就是はっきり決まってないの期間です。一段时间，多分一日にはならないです。一天言えば大丈夫ですけど、曖昧なあの期間の時間は一段時間、多分一週間、多分二週間、多分一ヶ月。でも一年間になると你这年になりますね。だから这段時間はまあ数ヶ月のイメージがよくあ这段時間使います。数ヶ月当てない人。数週間当てない人、途中であったら、あ、你这段时间忙吗？この間、この数週間、この数ヶ月、お忙しいですか？你这段时间忙吗？对。これ聞かれたら、どうやって返事すればいいですか？あ、忙死了。忙しくて、死にそうな感じ。对，说是的啊，忙死了。对，这个也是。過去ですか？对，過去プラス今ですね。過去も含めて、あと今。今日、過去から会うまで、大体这段时间のイメージは前回会ってから。
の時間、例えば3ヶ月前でもいいし、今。で、ここからここまでは一段時間で言いますね。所以这段时间はここを指します。前回会った時から今会うまでっていうのは这段时间。明白了吗？所以这段时间，这段你这段时间忙吗？你这段时间忙吗？嗯，忙死了。对，非常忙。じゃあ答え、自然な答え方は。我很忙で、みなすぐ。我清楚了。谢谢。谢谢提问。对。もしわからないところがあれば、遠慮なく、何でも聞いてください。でも、中国語に関する。なんか前回は、英語のライブ配信も何でも聞いてくださいで、Are you married? なんか関係ないよ。レッスンの関係がないものは、あんまり。对。好。你这段时间忙吗って聞かれたら、まあ、一般的话就说。よく、なんか、あ、忙しいです。我很忙。か、あ、我不忙。とかっていうもあるけど、それはテキストにはよく書いてますね。我很忙。我非常忙。すごいテキストっぽいでイメージですけど、じゃあ、ネイティブの中国人、まあ、普通の中国人。第一番の反応。もし、これ言われたら、你这段时间忙吗？いきなり、こんなメッセージも来るですね。WeChat も、これ聞いてもいいよ。いきなり、なんか、ちょっと久しぶりに、あ、話してない友達に、ちょっと連絡してみたいっていう時も、もちろん、さっきの你好使うとは変ですね。もし、もう親しい友達だったら、もう你好使わずに、いきなり、你这段时间忙吗？か、ハローとか、ちょっと絵文字送って、なんか、かーっていう感じで送って、で、你这段时间忙吗？你这段时间忙吗？最近忙しい？とか、まあ、你这段时间と最近に近いですね。最近、最近、ちょっと近いです。で、还好吧。これは一番不全ですね。意外に。忙と全く関係ない答えですね。还好吧。まあまあ。还好吧。これはすっごく、すっごく自然な、ネイティブの答えですね。还好吧。还好吧。どういう意味？これもよく、瀬戸さんに聞かれました。なんか中国人の友達に、にまんまに最近まんまで送ったら結構みんな还好吧で答えてくる。え、どういう意味ですかって。还好吧。たまたま还行吧。还行吧。こんな答えもよく出てくる。これどういう意味でしょう。何これ。还好吧。还行吧。まだ元気。最初みんなの反応は、あ、まだ元気ですっていうイメージ。でもそれは実は元気と全く関係がないです。うん。配信吧。まあまあいけるとか。还好吧。还好吧。まあまあいい。でもこれに対して、まあに対して、还好吧。つまり、まあそんなに忙しくないけど、でもたまたま忙しいです。すっごく曖昧な答えです。結局、还好吧で言ったら、まあ、100%、まあ、60% に言うと、まあまあ忙しいです。还好吧。でも、全く忙しくないとは言えないです。だから、すごく便利ですね。つまり、あんまり自分が何が忙しいことを言いたくないときは、これはよくみんな使う。はいはおばで言ったら、まあ、話があまり続けなれそうな感じ。なぜなら、はんまんで言ったら、为什么聞かれる。忙しいです。え、なんで？
我不忙、忙しくないで答えたら、え、なんでとか、どっちもなんか絶対理由聞かれますので、でもこれで答えたら何が忙しいのを言いたくない。そうすると、はいはばって答える。微妙に冷たい感じもありますね。冷たい感じか、今何か忙しいのを言いたくないときは、みんなよくこれで答えます。你这段时间忙吗？还好吧，还好吧。か、你这段时间忙吗？还行吧，还行吧，还行吧と还好吧、ほぼ同じの意味です。咪咪老师最近怎么样？吃饭了吗？最近还好吧。めっちゃ曖昧なこと。本当に元気かどうかわからないですね。はいはおばでいたら。元気かもしれません。でも元気じゃないかもしれませんよ。はいはおばでいたら。你吃了吗？吃了。但是你最近好吗？吃了吗？っていう混ぜるのはあんまりしないですね。さっきの你吃了吗？どっちかというと、近所の人たち。つまり、よく会う人。でも、最近怎么样使うとき、と、你这段时间忙吗？と、さっきの最近怎么样、最近どうですか？両方とも、ちょっと、数週間か数ヶ月会ってない人たちですね。さっきの、你吃了吗？你干什么去？この二つは、どっちかというと、週に、せめて週に一回ぐらい、っていう頻度で会ってる人ですね。所以、さっきの、最近どうですか？食べましたか？って言ったらちょっと変ですね。ちょっと変になる。それに、吃了吗？と、最近好吗？一緒に使わないでね。ちょっと会う頻度が全然違う。你吃了吗？っていうのは、しょっちゅう会う人。我觉得、常常用的话是邻居吧。近所の人たちに対して、もう本当によく使う。もう毎日会う人にしても、それが、でも家族じゃない人。近所の隣の人、毎日、你吃了吗？你吃了吗？所以我的、比如说我的邻居、まあ、今の邻居じゃなくて、中国にいた、中国に住んでた時の近所の、周りの近所、村、田舎の村など、村なので、みんな外で晩ご飯、まあ晩ご飯だけじゃなくて、みんな、外で食べます。だから、レッスン終わってから、まあ、学校から家に戻るとか仕事終わってから帰る途中は必ず近所の人たちと会う。まあちょっと田舎なので、だからみんな外で食べてます。あとドアも開けっぱなしですね。鍵もかけないです。だから適当に他の人の家に入っても構わないです。まあ中国広いから場所によって文化が全然違うので、もしみんないつかこのチャンスがあれば、ぜひうちの、我的家、うちのふるさとに行ってみてください。本当に、村の文化はね、本当に全然違いますね。ドラマの中には、もう、まあ、たまたますごく超田舎の生活でいう、っていう映画だったら、まあ、わかるね。みんなドアも鍵もないですね。鍵もないので、なぜなら近所の人全員してる。名前とか、誰と誰結婚して、誰の息子はどの大学に入ったとか全部知ってますので、だからもうその人たちもう毎日会う。でも同じの家に住んでない、もうほぼ毎日会ってる人たちはよく你吃了吗？你吃了吗？食べた？とか、没吃？来我家吃吧。食べてない？うちに来て食べましょう。よくみんな、お椀持って外で食べるですね。結構ね、なんか、外国人から見るとそれすごい変じゃないですか。なんか、こじきみたいで、なんか外で、家には机があるのに、なんで外で、ドアの外で、ドアの前に座ってご飯食べる。なんでって。よくたまたま聞かれますね。その外国人の友達に。でも、それが、まあ、ケーリン、
特に競輪は、エビスカデが確かにね、对、这个千里很大。特に競輪は、あの、川とか山がある。で、そして、あの、家にはエアコンがないですね。家にはあんまりエアコンがないので、外の方が涼しいです。だからみんな外で食べる。あと、もう一個は、食べる時間はコミュニケーションする時間でいうイメージも強いので、みんな食べながら周りの人とあの話したい。だから A の家族と B の家族みんな集まってね、いろんな人たち集まって。でも、比如说、みんな大体晩ご飯食べる時間は田舎だったら6時ですね。6点。6時食べて、だから6時の時みんな家族はもう机があって、椅子がもある。でもみんな、ここは川ですね。我的家的前面是一条河、家の前は川がありまして、で、ここは普通の、あの道路。で、だから A さんの家のおじさんはここに座ってご飯を食べる。で、B さんの子供とかみんなも家で食べる人もいるし、たまたま人にの子供そのお皿を持って外で食べる、おしゃべりするとか、 C さんの家の人も人にの子供とかここに座ってか、普通のおじいちゃん老人で、こんな風にしゃべる、おしゃべりおしゃべり。そうすると、你吃了吗？你吃了吗？とか。だから、もし仕事終わって帰る途中、家は C さんの家はここにある。だから、A と B さんの家に通すときは、この人たちに挨拶しなきゃいけないですね。まあ、あの、もうご飯持ってるから、ああ、吃飯や。そうすると、ご飯食べてますね。それに、吃飯や。だから、あの、これはもう、这段时间妈妈も決まり、もう一個の、まあ、5番目か6番目だね。5番目、不对。这个是用这个5番目。まあ5番目とは言えないですね。これは決まりがないですね。これはあの大体みんなやってることに対して質問するのも親しい友達か、ちょっと親しい関係の人たちの挨拶の仕方の一つ。例えば、あの、スーパーに行く途中で、そのカバン持って、あ、你买东西や、你买东西や、物、あ、買い物ですかとか。これはちょっと日本とちょっと似てますね。お買い物ですかとか。もうスーパー行く途中とか。あと、ご飯食べてます。まあ、これはちょっと変ですね。外でご飯食べる人たちに、あた、你吃饭や、ご飯食べてますかっていう感じ。まあみんなすごい優しいから、ここに歩くと、あ、你吃饭や、この人にいたら、あ、我吃饭、我吃饭、一起吃吧、一緒に食べましょう。来我家吃吧、うちの家に来て食べましょう。っていうのも結構ありますね。这个没问题吗？非常特别的一个文化、ちょっと特別な文化ですね。で、外で食べる。開放的ですね。对，对的，因为是田舎だから、あのちょっと前はあの公衆でちょっと仕事もしましたので、で公衆の生活と競輪の生活は全く違います。同じ中国にしても、まあ中国すごい広いから、まあ日本も同じですね。例えば北海道の生活と東京の生活はと多分全然違う。だからあの中国も同じ、競輪の生活と杭州の生活全く違います。杭州に住んでた時も周りは誰が住んでるも全く知らない。で、我也不认识他们。但是在那个田舎的话、あの村の人たちみんな知ってます。こんばんは、晚上好、晚上好。你吃了吗？食べましたか？食べましたか？因为我们是私は週に1回
ライブ配信してますので、だからこんな頻度を週に1回ぐらい、毎週毎週当てる方だったら、我们这个不用说吧。你这段时间忙吗？最近忙しですか？これはどっちかというと、もう本当に数ヶ月とか、数週間とか当てない人。所以我们可以说你吃了吗？特に晩、今の時間ちょっと晩ご飯っていう時間ちょっと遅いかも。所以晩ご飯の時間になった時は我们可以说你吃了吗？你吃了吗？好的、没问题。なので今日はちょっとまとめましたね。シチュエーション別の挨拶、そして必ず使えるのは全部で5000。で、这个没问题了吗？一番目は、你好と您好。それは使います。しかも、特に上海とか、広州とか、こんな大きなところ、もう、今回会ったけど、もう次回はもう会えるかとかわからない人、そして初対面に会う人、そしてビジネスの時、お客様、接客の、販売する人たちとか、你好、您好、使いましょう。それは大事です。でも、いきなり、你这段时间忙吗？え？你是谁呀？え、誰ですかとかになっちゃいますね。だから、あまりにも、そこまで親しい関係じゃない人たちに、いきなり、你吃了吗？食べたで。え？何？とか、誘われると困るけど、みたいな感じになっちゃいますので、だから気をつけましょう。で、あとは、中国人は挨拶するときは、我们常常会鞠躬、鞠躬、就是、日本語、お辞儀なんだっけ、お忘れ。こんな感じですね。あ、これ。这个图片不太好，我看一下日语是，突然忘记了，我的脑子，哎，鞠躬用日语怎么说？我给大家猜一下啊，大家看到之后应该明白这个图片，我写中文的话，大家猜得到是什么意思吗？啊，这个。这个字也很难，这个字是，啊，写不出来了。这个笔呀，换一支吧。大家猜一下这是什么字？对，鞠躬。在中国的话，我们也会鞠躬。中国でも鞠躬をします。鞠躬で中国語啊，日本語で何だっけ？我来查一下字典先。最近完全没有学习日语，越来越差了日语。我觉得考完试后，やる気がなくなる。みんなと同じですね。もし HSK6 級通ったら、もう多分やる気がなくなっちゃう可能性も高いですね。次、どん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 次の言語に行きます。いろんな言い方がありますね。身をかがめて、身をかがめて。
お辞儀。当てました。お辞儀。お辞儀。中国的话有没有お辞儀？あります。中国もお辞儀があります。これです。お辞儀。で、中国人もお辞儀します。で、いつする？どんな時する？今もみんなもし空港に行ったら、飛行機に乗ったらみんな結構ありますね。他们也会常常的鞠躬お辞儀もします。但是在中国的话也是よく使います。お辞儀するときは、日本のお辞儀とちょっと違いますね。日本は、あれ？日本はどっちだっけ？あ、ちょくちょくちょく、有点远。来了。日本は、お辞儀をするときは、目は目線は向こうを見るかどうか忘れました。見る？見ない？忘れました。でも中国では見るです。だから、こうするときは目が見なきゃいけない。所以要眼睛看着对方。就是目は向こうの顔と目線を見なきゃいけない。そうすると、你好みたいな感じ。所以、你好的话不可以。所以、你好的时候、我们说你好、那个眼睛要看上面。え、三つの角度がある。中国は特に角度っていう、ここまでとか、こんな細かくはない。ただ、大体こんなイメージで OK です。ここちょっとなんか、カナダはちょっとこんなイメージで OK です。そして、こんなことをするとき、お辞儀をするときは、目線は見る。所以这样子。你的眼睛要看看对方，没有目光的看哦，見なきゃいけないです。そうす、こうするといけないです。必ず眼睛要看对方。还有呢，也可以说在，也可以招手。こんな風にしても OK です。招手也可以，在中国也可以。你好，这样的话也可以。你好，你好。ちょっと遠いですね。遠い人に。你好，你好。ここにいますよ。我在这。你好。对，也可以。还有那个帽子。これはちょっと欧米っぽくなっちゃうかもしれません。中国でも帽子かぶってるままで挨拶するのも有点不太好。所以脱下帽子。ここ。日本は目を見ないね。見ないですか？在中国見るです。你好，眼睛要看着。目を見ないと、ちょっと失礼。例えば、你好で目が、なんか人に見きて、で見ると良くないので、所以、目をじっと見てる感じもありますね。所以、たまたま、なんか、昔よく先生たちも言いましたね。たまには教えるときは、じっと見て、わかりましたか？目線をじっと生徒さん見ると、なんか、みんなちょっと、なんか、多分みんなちょっと慣れてない可能性もあるですね。これもちょっと文化の違いですね。在中国的话、見ないと、目を見ないと、ちょっと失礼な感じなので、だからじっと見るのも、まあ、欧米の方もっと見るですね。もう本当にもう、ずっと見てる。でも、すごい見られると、ちょっと緊張しすぎて、外国語あります。でも、中国では会話するときは、見なきゃいけないです。だからみんな頑張って話すときは、なんかこんな風に見ましょう。你好、你好で。眼睛要看着对方。うん。好的。这个、没问题。还有、在那个 WeChat、もし、最近みんな、SNS、前回も SNS で言いましたけど、まあ、今の若者たちは、もう本当に、ニハオとか、ニンハオとか、SNS だったらいきなりニハオ、ニンハオ、もう変な感じですね。もう全くお互いは知らないので、お辞儀、对、お辞儀です。说得很好。うん。好，手机没电了，我要充一下电。携帯，这个用这个来充电吧。
おじき。あ、对对对、おじき。充電。现在在充电吗？应该在充电。手机没电了，この携帯は。现在我一边充电一边聊天，一边跟大家聊天。嗯，对，最近的话就是在微信 WeChat でみんなあのちょっと調べましたけど、すごい面白いことも発見しましたね。最近の那个搭讪，搭讪，搭讪也不能说是搭讪吧，就是很多人調べでどうやってあの友達を作れるとか、どうやって何を言ったらすぐ関係が良くなるっていうフレーズがありますね。因为这个很难，ちょっと難しいので、だから適当にちょっと言うだけ。第一个是我发现你的生活挺精彩。よくその向こうのウェチャットのモーメンツを見て、毎日楽しそうな写真をアップしてて、で、その人と話すときは、あ、我发现你的生活很精彩。生活は楽しそうですねっていう、あの、挨拶し方もあります。第二个是你的微信昵称怎么那么特殊。微信。你的微信昵称就是你的微信的名字怎么这么特殊，就是啊 WeChat の名前面白いですねっていう話し方もあります。你的微信的名字非常特殊。还有第三种就是啊，我看到你发的狗狗好可爱。でその向こうが moments にアップしたのは、例えば犬とかアップしてよく你家的狗狗很可爱，あなたの家の犬は可愛いですとかっていう挨拶の仕方もあります。で、これはちょっと好きな人に就是我们刚刚认识，但是我的心砰砰的跳，あの頭ばかりなんですけど、ちょっと心がドキドキしてますっていう人もいます。これもいきなりなんか結構人気ですね。結構みんな、若者みんな冗談言ってるとき。好。第五、是刚才发生大事了。心情久久不能平静。さっき何か大事なことがあったんですよ。なかなか、あの、落ち着かないです。っていう自分はいきなり自分の、なんか、まあ、びっくり系みたいな感じ。で、おじきでいいと思います。で、おじきです。で、对，びっくり系、びっくり系みたいな感じのメッセージも OK です。所以这样的五个是 SNS 最近使っていますね。まあいろいろあります。時間の問題なので、だから今日のライブ配信は以上になります。で、また来週の水曜日もライブ配信があります。来週も。もう月末なので、だから、あの、旅行のライブ配信になります。旅行はどこに行くだろう。まあ、最近の、その、ライブ配信も、まあ、今コロナですね。なんかいろんな、海外も行けないし、で、なんか旅行の気分を作るなら、やっぱりいろんなホテルに泊まってみるっていう。感じですね。だからまあ最近ののはなんかいろんないいホテルに泊まってみるっていう感じですね。次は1回で毎日家にいるのですごくなんか引きこもりになってます。はあ、やった楽しい。ゲの動画見るのが好き。あれ押せるのは楽しくないの？あ、悲しい。对冗談です。開玩笑。对。でも、そうですね。週に、对、加油。就是、それも大事ですね。楽しく勉強するのも大事。中文太難了。对呀、中文是、
是很难，我觉得没有简单的外语。看到了，那刚刚一个我がないです。但是要每天学习，でも毎日勉強すると必ず上手になる。我在日本长大了而已。所以你是中国人吗？在日本长大的中国人吗？在日中国人ですか？今最近在日中国人もう結構多いですね。あの一応对啊，所以你的爸爸妈妈是中国人对不对？最近そうですね、多いですね。私の友達の中にもあの結構親は中国人です。でも生まれてからずっと日本。あ、上海人。あ、原来如此。ずっと日本なので、だから中国語は逆、日本語はネイティブで、中国語はあの方言みたいな気持ちですね。家族、親と話すくらいという感じで。で、話すときはちょっとベイビーみたいなですね。ベイビー、子供っぽいという感じです。日常会話できるけど、ちょっと深い言語使うとよくわからないとか、特にあの、まあ、四字熟語とか、あともうちょっとニュースとか古い。あ、对对对、じゃあ你上海话、对、うん。我的朋友也是这样的。我的一个朋友的话，他的上班是，我的一个朋友的话，就是他的爸爸妈妈是啊、一个他的妈妈是台湾的，他的爸爸是北京的。然后他小的时候就是一直在就是一直在日本，所以他就是有时候去中国吧，然后在家爸爸妈妈说中文，但是爸爸妈妈跟他说的是日语。所以他的日语在他们家最好，就是他的日语在他们家最好。但是就是啊、他也听得懂一点中文，他也听得懂中文，但是我感觉他说话很像小孩子。对，嗯，まあ確かになんか家族親と話すときは全部中国語で話してますけど、でもあの。まあ、日常会話は問題ないですけど、でも仕事の話になるととか、ちょっとあの古い話、小説の話とか、ちょっと難しいですね。通じない時もあります。まあ、今一応あの日本語の N1 取ったんですけど、でも意外に小学校のテキスト読めないです。前は今友達の子供は10歳で、あの学校で、日本、まあ、学校ですね。普通の小学生たち読んでる。あと、幼稚園使ってるテキスト。もう、その動物の名前わからないなっていう、もあります。あれこれ動物、日本語でわからない。でも、幼稚園の子供はちゃんと教えてくれました。これは何々です。なるほど。なんかね、やっぱり難しいですよ。なのでネイティブのランゲージはやっぱり一個しかないなってすごくあの感じます。ネイティブっていうのは親喋ってる言語じゃなくて本当に生まれてから受けてる教育は主な教育ですね、はどっちっていうはあると思います。例えば小学校、まあ小学校はあれなんだけど、いあの高校までですね。家では何語喋るの？うちはあの村の言語、マンダリンじゃないですね。標準語、中国語の標準語じゃなくて、私のネイティブの言語はどっちかというと中国語ですね。中国語、なぜなら小学校。そうですね、この時期もありましたね。小学校に入って家で方言、家で村の言語喋って、友達と県人語喋って、学校に入ったら普通話、標準語喋って、なぜなら、あの、レッスンの学校で方言喋ったら怒られますね。そんなこともありましたね。なぜなら、我们要学習普通話、对、普通話、今の標準語ですね。マンダリンっていうですね。所以
嗯，因为在中国的方言太多了，中国的方言が多すぎて、上海はみんな上海語、広州は広東語、桂林は桂林語、で、いろんな言語全部分けてますから、別に店にいて桂林語で注文するし、だから本当に学校だけ受験勉強は中国語でイメージですね。あとドラマとか歌とか、まあ標準語ですね。でも、普通に、ケーニンで生活するなら、標準語喋れなくても生きていけます、実は。逆に、ケーニンにいたらみんな、ケーニン語喋ってくるですね。だから私、ケーニンにいるときは、ほぼ標準語使わない。ただ、友達は、北側の、まあ、大学はいろんなところ、来た友達。例えば、黑龍江、还有河北、北京、上海。对，不一样的地方，所以大家在一起的时候就是说中文，只能说普通话了。所以在学校也是说普通话，但是一回家或者跟妈妈打电话就是说那个方言。だから両親とか、家族と話すときは村の言語、村里的话。对，啊，这样啊，你的。所以你在家说上海话，我觉得你的奶奶也听不懂吧，听不懂上海话。对，就是我的，比如说我的朋友也听不懂桂林话。友達は、まあ、桂林の大学ですね。他是河北的，但是他听不懂桂林话。桂林語全くわからないです。もう桂林で、桂林の大学、今、彼女、私の一番いい友達は河北的、他是河北的。然后、他现在的爱人、今の旦那さんは、桂林人ですね。桂林人。だから、その悩みもありますね。桂林語。自分は、でも、旦那さんと話すときは、桂林、標準語使っていますので、でも、子供は桂林。生まれたので、だから、ケーリン語を教えなきゃいけないっていう悩みもありますね。ケーリン語を教えて、で、そして、標準。学校には、普通の標準語。所以、没问题。桂林没去过。以后要去看一下非常漂亮的地方。大家都说桂林话的。好的。ケーリンは綺麗なところですよ。だから、時間があるときは、ぜひ、行ってみてください。いつか私ガイドさんになるから。まあ本当は大学はガイドを専攻しましたね。ガイド。日本語、旅行日本語を勉強しました。だからクラスメイト、我的同学、みんなガイドさんの仕事をしてます。まあみんなじゃないけど50%ですね。旅行と関係する仕事をしてます、みんな。なぜか私先生になりました。ずっと先生の仕事。その理由としては、ガソリンの匂いが嫌いです。だから、多分ガイドさんにはならないな。喋るは好きですけど、みんな連れて、この山は何年かの歴史がありますっていうのは、紹介するのは好きですけど、でも、車に乗るとちょっと酔っちゃうので、だからなかなか、所以我不能做导游的工作，ガイドの仕事には向いていない。こんばんは。Bonjour, ça va? je vais finir mon live streaming tout. Donc, 有一个人说法语，那个人的 comment 是フランス语。Bonjour, konnichiwa desu ne。在哪儿？在那个广西。对，確かになんか、なんぜ、なぜ、なんで今日はその挨拶、な、なぜ今日はその挨拶っていう、話。ゆうちゃんも俺の刘海だ。この癖がある。ついつい前髪を触ってしまいますね。因为这个、本当になんか前髪がないと。
生きていけないタイムだし、因为我的额头太大了。Pronto，Pronto is correct。啊，边拖边拖啊，边拖。面白いですね、フランス語は。弁当は日本語でお弁当みたいじゃない？なんか弁当、これだね。この、最近フランス語を勉強してて、やっぱり言語の勉強楽しいなってすごく感じますね。对、这个是、他说是弁当。あ、弁当。A bento is like the soon. It means soon, right? Soon. すぐの意味ですね。日本語の弁当は、フランス語のすぐの意味。いつも。弁当、弁当、弁当。soon. Oui, je pense ça, je pense ça. だから、本当に、今はまだ勉強中なんですけど、できたらね、できたら、今はそこまで上手じゃないから、多分6ヶ月後かな、6ヶ月後はフランス語ある程度できたら、本当に、あとスペイン語もそうだし、ある程度、フレンズ喋るぐらいは、まあ、みんな喋れるけど、ただ、その文法とか、ちょっとこんな発音の面白いものとか、まとめてみんな、にもシェアしたいと思います。すごい楽しいです。言語の勉強はすごい楽しいのは、世の中には、何種類忘れました。あ？世界で何、すべての言語何種類があっただけ、前調べたけど一瞬忘れました。で、なんかやっぱり発音が好き。この、例えば、あ、フランス語の弁当は日本語のお弁当すごく似てます。だから、あ、面白いな。あと、なんか、スペイン語もね、いろんな、なんか、発音同じなのに、でも意味が全く違う。だから、いろんな言語してると、その楽しさ、その7ではないの、楽しさ、面白い。実は、方言も面白いですね。方言もすごい楽しいです。でも、その村、今の村は本当に2000人しかいないから、しかも半分以上の老人たちは亡くなって、で、そして、住んで、今の若者たちも必ず村の人と結婚するわけじゃないから、だから購入する言語はもう、もうその村の言語じゃなくなって、そうすると、ケーニン語になっちゃいますね。ケーニン語になったりとか、標準語になったりとか、例えば、うちのお姉さんのことも、もう今、みんなその子に、標準語しか言わない。なんで？と思うけど、多分、毎日、周りの人、家族全員、村の言語喋ってるから、自分だけに対して、今もう5歳ですね。5歳ぐらい。だから、標準語、毎日聞いて、その子供。だから、一応、その5歳の子供は、その村の言語一切も喋れない。喋れないです。もう教える気もない。そうですね。こんな風になっちゃいますね。先生は何語で考えるんですか？そして夢は何語？はあ、そうですね。それは面白い質問。なんか、いろいろです。正直に言うと、昨日はフランス語の夢が見ました。なんかずっと夢の中で。多分、寝る前にフランス語の会話読んでたから、なんか寝る前についついそのフランス語が出てきました。昔、英語勉強してた時は、英語の夢が見ましたね。なんか変な夢。いきなり、トイレが行きたくて、いきなりなんか、欧米人の人が来て、なんか、
質問されました。あの身分証を見せてくださいとか、あれトイレ行くのになんで身分証を見なきゃいけないとか。そうすると英語で喧嘩したんですね。夢の中で英語でその人と喧嘩して、そうですね。だからなんか起きてからその怒りまだ残ってて、あ、喧嘩する時の英語は何でしょう。そしてそのネットでちょっと調べましたね。うん、今回喧嘩する時これを言おうって言ったら、まあね、結構たまたまなんか変ですね。なんかみんないいことはちゃんと覚えられなくて、なんか悪いことばかりすぐなんか覚えちゃう。なんか英語覚えて、英語を勉強してる人もそうだし、すぐなんか汚いあの英語をスナーニング、あの英語すぐ覚えてしまってとかっていう悪い傾向もあるけど、でもなんか実は良くないです。本当に良くないです。だからそれ調べてみたら、え、こんな意味か、あんな意味か、多分使わないかもしれませんけど、でもそれを聞いたらどんな風に対応するのは大事。だから知ってるのもちょっと大事かもしれません。あ、これこの意味とか、このあんな意味とかっていう変な夢が見たんですね。あいだ、这个是啊金银花，我在喝这个。これは結構目にいい、あのもしよく携帯使ってるから、だから結構漢方毎日飲んでますね。漢方。これ食べても大丈夫ぐらいの花で結構有名です。うん。好的。今日のライブ配信は以上になります。結構遅くなってますね。皆さん、他の質問がありませんか？もし質問があれば、最後の5分です。もし質問がなければ。あ、それ知ってるかも。你知道吗？金银花、知道吗？对，这个就是对身体很好的。嗯，对，これ飲んでます。金银花。啊。对，我在喝这个。这个是对眼睛很好的，目にすごくいい。まあ確かにね、金とか銀とか、あ、実はそのお金とか関係ないですね。ただあのその花はこの今咲く前に、金銀花のお茶すごく独特で、咲く前にあのもう取るです。だから咲いたらもうその効果がなくなっちゃうので、だからその咲く前にそのままで乾燥して、そしてお湯入れる。だからこの今咲く前ですね。这个看得清楚吗？咲く前の姿ですね。結構漢方には健康にいいです。好的。太烫了。我觉得好多人觉得我好像一个老人。結構みんなあの老人みたいに言われますね。なんかいつも温かいものを飲んでて、コーヒーもあまり飲まないし、冷たいものほぼ飲まないです。温泉もよく行くし、熱燗も飲むし、だからちょっと、对，我觉得我很喜欢日本的老年人的生活，在日本养老应该是很好的。还有我的。
我的家有很多花、お花とか植物もあるし、だからあんまり外でないですね、最近。で、うん。まあそんなに年取ってないけど、でも考え方すごく年取ってる感じでよく言われます。あ、所以我的朋友，我的朋友常常开玩笑，他妈他妈同桌在就哭，他们觉得我好像一个妈妈呀，なんかお母さんみたい。いつもあ、这个对身体不好，これ健康に悪いから、あんまりバババババしない方がいいですので、いつもこんなとか。所以我的朋友觉得，嗯，他好像一个老人呢。对，所以よくよく言われます。年寄りの考え方って言われる。我的心砰砰跳，なんで？我的心砰砰跳的话是ドキドキする。ドキドキするのはあのデートするときとか好きな人と会ったとき、あ、我的心砰砰跳。还有一个就是緊張。すごく緊張してるとき、あ、私ポンポン跳、私ポンポン跳、すごく緊張してます。あのレッスンを受けるのは、心ポンポン跳的话、先生は厳しすぎるから。你讨厌冰镇啤酒吗？讨厌、讨厌冰镇啤酒。あの冰镇啤酒的话、冰镇啤酒是冷たいビールですね。うん。まず、我不喜欢啤酒。まずは、ビールはあんまり飲まないです。に、あ、冰鎮。冷たいものを飲まないから、だから、冰鎮啤酒。うわぁ。二つも。まず、冰鎮的东西我不喝。冷たいもの飲まない。あと、啤酒很苦。苦いから、我不喝。对。我喜欢喝热牛奶。ホットのミルクが大好きです。あと、蜂蜜入れてもっと美味しい。だから、ホットミルクと蜂蜜とか、寝る前はよく、喝牛奶、牛乳を飲みます。还有、酸奶、ヨーグルト。最近気づいた。あ、なんか日本に来てからもうすぐ5年間。まあ、もう5年間かな。で、最近やっと気づいた。あ、ミルク美味しい。日本的牛奶非常好喝，ミルクが美味しい。日本のミルク大好き。特に北海道のミルク大好きで、もう感動しました。そのまま飲むっていうブランドです。まあそのブランドの名前じゃなくて、そのすごくインパクトですね。そのミルクの上にそのまま飲む牛乳書いてて、すごくなんか味が新鮮。っていう感じ。わかる。だからあの中国の牛乳はよく保存期間は3ヶ月があるで、多分そこまで新鮮じゃないかもしれませんね。たまたま冷蔵庫 にも入れてない。あの有名な牛乳の会社もあのこんなその箱の中に入れてるのも 2、3ヶ月ですね。それそんなに新鮮じゃないかもしれません。だから冷蔵庫にも入れてないっていう。でも日本の豆乳もなんか6ヶ月もなんか保存できる。多分同じの種類かなっていうのもあるですね。でもやっぱりミルクが美味しい。所以我觉得我在日本、在中国我不常常喝牛奶、在日本我常常喝牛奶。中国語で夢を見る目標です。じゃあ寝る前に、まあ、寝る前によくこのライブ配信見ると夢になる。あと寝ながらライブ配信を聞くのも、なんか昨日のコメントもすごく笑っちゃったな。あのなんかシンガポールの人、まあシンガポールも中国語を喋るんですけど、でもちょっと華語ですね。マンダリン通じますけど、ちょっと使ってるあの言葉、すいません、我喝太多东西了。で、使ってるあの
使ってるその言葉はちょっと多少違いますね。なのででもその人は多分あの日本語を勉強してますので、だからあのあるビデオはね、1から100まで数えましょう。中国語で、1、2、3、4っていう動画があって、なんか、ああ、眠れない時はこの動画見たら、ちゃんと眠れますねっていう感じ。まあ確かに私の動画たまたまこの効果もあるかもしれませんけど、そもそも私もこんなタイプの人だから、あのその癖がありますね。どんなことも3回言う。だからもう繰り返して、まあ仕事はだいたい繰り返して、まあ繰り返するこそ生徒さんたちは覚えられますので、だからわざとその単語を使うためにわざと繰り返して使う。だから前も冗談ですね、まあ冗談かもしれませんけど、その生徒さんもう5年、もう5年ぶり中国語の勉強全然してないけど、でも跟我读は必ず覚えてます、私と一緒に読みましょうで、なんか先生は毎日毎回のレッスン必ず跟我读、知道了吗、明白了吗、ずっと繰り返し使ってるおかげで、もうそれも一生忘れられないです。だからね、それいいことと思います。うん、そういうずっと喋ってて同じのこと繰り返しするのはそのインパクトですね。まあ英語の歌も同じじゃない、そのジャスティン・ビーバーの曲はすごく覚えやすいっていう理由は、歌詞はずっと繰り返して同じですね。例えばベイ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 をずっとベイベイ、なんか何回のベイベイが言いたいとか、だからずっとベイベイ聞くと、あジャスティン・ビーバーとか、あとそのなんか I really 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 like you と I really 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 とかずっと I really 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 っていう曲もすごいジャスティン・ビーバーっぽいな、この人で、意外に見たら、あこれこの女性、この歌手の名前ちょっと忘れたけど、彼女もジャスティン・ビーバーの後輩だで、同じのシリーズ同じの感じのあの曲だなっていう。だからあの言語の勉強も同じです。あんまりにもショートカットとかあのショート道はそこまでがない。繰り返すのは唯一の道と思います。だからあのリピートは大事ですね。だから今も毎日 HSK4 級の日常会話、まあ、今は3分間ぐらいですね。大体3分間ですね。で、毎日更新しています。で、その、あの、単語はテーマとして、4級の単語を使って、そのテーマとして会話の中には入れています。で、結構書くは大変ですね。そのコンテンツを作るのは毎日。ああ、どうやったら、その、一つの会話の中に、その単語は3回以上出てくるのを目指しています。で、そうしないと、うん、例えば一回その単語使って一回しか出ないなら、あんまり効果じゃないので、だからその単語使って会話にもなるし、で、そしてなんか自然の言い方にもあるし、まあ一応見せますね。今のあの動画作る前に毎日今の HSK の日常会話どんな風に作っていますっていうのも今日も作りましたね。全部ここに書いてます。今までもいっぱいですね。这个是我自己写的、英語もあるし、これは中国語の会話ですね。毎日書いてますって。例えばあ、对、のんですね。この間、まあ、毎日チェックしてるなな、多分、例えば前アップデートしたあの動画の中にはノンがありまして、ノンは本当に使い方が難しすぎる。その理由としては、あのノンはそもそもはっきり決まってないの動詞です。だからいつでもノン、比如说弄头发、これは
なんてこれ書くじゃないし、紙を書くじゃないし、触るじゃないし、こんな複雑な動作、こんな、これもノン、ノン頭髪、これもノン頭髪。だから、これも複雑すぎるね。この一つの動詞で、説明できない動作は、ノン、日本語のいじるとちょっと似てますね。で、その単語を、直接日本語に訳すと、まあ、そもそも日本語と中国語全く違う言語なので、まあ、漢字がある、まあ、それも似てるけど、全く訳すと意味的にはすごくいいと思いますけど、でも、使い方はやっぱり会話の中じゃない、会話じゃないと、ちょっと使い方は一言には説明できない。すごく説明しても例文出しても覚えられないと意味がないので、だから会話を作る。所以我会、这个是我做的会話。我会自己写。これ会話を作るのは、必ずこの会話、ABABA。なぜなら HSK4 級以上。4級というのは日常会話です。みんなよく日常会話を勉強したいって、まあ、私も日常会話を勉強したいよ。フランス語の日常会話、スペイン語の日常会話、英語の日常会話、もう日常会話は勉強したい。なぜなら会話したいので、で、それ気づいたら、あ、会話したいなな、もし会話覚えられないと会話にはならないので、だからまず会話を覚えなきゃいけない。そうすると頑張って会話を覚えました。英語の勉強もそうでしたし、日本語の勉強もそうでした。100個くらいですね。もしそれ以上ちょっと上手になりたいのは、200の会話を丸暗記すれば覚える。でも丸暗記するのはもうなかなか難しいですよ。なぜなら、理解してないなら丸暗記できない。ただの聞くは意味がない。だからよくその、なんか聞いて、自然に聞いて耳に、なんかよくそのこんな勉強の仕方がある。それは一番おすすめしない。耳に聞いて覚えられないと思いますよ。なんか聞いても、例えば全く知らないもの、何回聞いてもわからないはわからない前、まあなので、だから時間無駄と思います。その時間があれば、ちゃんと会話を書いて読む。その会話を読む。その会話読んで、あとその発音真似する。そうすると、まあ一週間ずっと一つの会話でも大丈夫。もしそれ、まだ覚えられないとかっていうやり方もあるし、いっぱいの似てるような会話をいっぱい見て、それも自然に効果になる。だから見ると話す、読むは大事。聞くだけは不太好。不要只听。光听不说没有效果。对。一定要读。読むは大事。読む。真似する。読むは大事。不要一直听。ずっと聞くのも意味がないと思います。私も昔 BBC ニュースっていうがありますね。なんか発音の練習。あ、早くビジネスレベルになりたい。英語のビジネスレベル。でいっぱい BBC 聞いても、毎朝聞いても、あ、わからない。わからない状態続けて。で、あと気づいたら、あ、これ、時間持たない。聞いてもわからない。聞いても理解してない。なぜならもうそもそもその単語わかんないから聞いても意味がないから、だから大事なのはそれはまずいつ使う、だいたいいつ使う、どんな時使う、意味は何、それぐらいで全部訳せなくても大丈夫。だいたいの意味理解すれば、あ、こんな時使う、こんな場面で使う。だからよくみんなレベルが上手な人は映画見る、映画見る。どんなシチュエーションでも理解できる。戦う映画とか、でも残念ながら、映画が見て理解できる勉強になれるのは、HSK5 級か6級じゃないと、見てもちょっと辛くなる。進まないから、映画で勉強するのは、HSK4、5級以上はおすすめするか6級ですね。だから最近私も最初、なんか、よっしょ、フランスの映画、フランス語の映画いっぱい見るで、見てわかんないから結局字幕、英語の字幕見てしまって、
そうすると、なんか、まず会話、今落ち着いて、会話から、一歩一歩ずつ、どんな風に英語を勉強したか、どんな風に日本語を勉強したか、もう一回思い出して、今からその方法でフランス語を勉強する。だから会話は大事。だから会話の中にも、頑張って、例えば、の、もう、マストをしたいな、例えば、の、使いたい。まあ、のに関する言葉、あと、の、使う会話。所以上次我做的那个视频，我就是一直在想，直到看看这点。哎呀，我的衣服被弄脏了，谁弄的？真不像话！哎呀，我的手机也被弄坏了，谁弄的？太过分了，弄不好是家里来了小偷。所以你看一下 ，A B 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 A， この会話の中には全部弄が入っています。哎呀，我的衣服被弄脏了，谁弄的？手机也被弄坏了，弄脏、弄坏、弄不好。所以一つの会話覚えたら、大体弄の使い方啊，こんな風に使うですね。という感じ。所以，書くときは苦しいですよ。なんか出てこない弄使うと。内容考えるのはやっぱり辛いな。最近考え、ちょっと動画撮るのは早いです。撮るだけで。編集と考えるのは一番時間かかりますね。考えるのは。でも、なんか、fortunate にいきなり英語が出てくる。fortunate にの、幸い、日本語の幸いなのは、自分もいろんな会話を覚えているから、だから英語の会話、トイックとかの英語の会話、フランス語の会話、スペイン語の会話をの会話の本ばかり見てて、だからその会話のいいものの会話を使ってまとめて、今の自分の会話の動画を作っています。っていう感じですね。だから、もし毎日、本当に難しいですよ。毎日一個の会話を覚えるはもう本当に天才だなという感じ。私も無理。私は天才からすごく、全然天才じゃない。天才じゃない。よくみんな、天才だな、いろんな言語喋る。天才じゃないです。いかにすごく頭が悪いです、私は。数学は0点でしたよ。なんかまあ恥ずかしい話も言わないけどね。すごい偏ってますね。言語が好きなんだけど、でも数学は全くできないタイプで。だから、なんかみんな普通なので、1日以降の会話を覚えるのは本当に無理です。私も絶対無理ですと思ってて。だから、前も、例えばフランス語を今勉強してて、まずそのフランス語の動画を見て、こんな時これ言うね。最近、楽しそう。何を言ってるこの人。全く分からないで。で、最後の解釈を見て、そして一応書こう。で、その会話書く。単語は見たことないので、書くだけで30分かかって。そしてその単語や、その会話やっと書いてから、読む。ある単語は見たことないから、読むだけもう30分かかって。で、10回読んで、やっとちょっと読めることになって。で、それその会話と動画一緒に読む。ボンジュー会話一緒に読んでから、また30分使って、だから意外に一個の会話覚えるまでは、私は2時間かかりました。一つの会話を覚えるためには、2時間使いましたね。だからもし毎日2時間使ってその会話を覚えるでうまくいけるならそれはいいけどでも残念ながら今日覚えてる会話明日新しい会話を覚えたら昨日の覚えた会話なんだっけっていう感じも忘れてしまってそうすると繰り返してもう一度それ会話見るしかないでも前の会話復習すると今日の会話進まないじゃあ100個の会話を覚えるまではいつ時間本当に
いつまでできる。だから自分をよく自分のことを責める。ああ、私本当にもう言語の勉強向いてないな。こんな悩みもあります。みんなと同じ。なんてこれ覚えられないだろう。はあ、このテキストをちょっとなんかもう捨てるぐらいで気持ちもあったんですね。でも戦いがありましたね。英語の言語もこんな戦いがあって、今英語普通に喋ってて、日本語もまあそんなに上手じゃないけど普通に喋ってる感じ。あ、フランス語もこんなになるのはもう本当に日本語と英語っていう戦いをみたいな時期も通さないといけないな。だから初心者は一番、まあ、この2番目の戦い、一番の戦いは、HSK2 級ぐらい合格して、ちょっとある程度中国語を喋れる。でも、会話するときは通じないとき、それは一番大きな戦いですね。なんで、なんかもう、すごい勉強したのに、もう通じない、なんかすごいショックっていう気分もあるですね。みんな同じ。私も同じ。頑張って。そのフランス語の会話を覚えたのに、で、なんか先生とか、いきなりフランス人と話してくるとき、ボンジューぐらいで喋って、あーばーって喋って、あれ何さっきは何の単語でしたね、なんか聞いたことがあるっていう気分がよくある。だからね、まあ、要するに、会話は、あと聞いたのも、その日覚えた会話はその日でいいと思う。その日覚えたら次の日に進む、また次の日に進む。で、大体例えば10個の会話を勉強し覚えたらまた1から読む、読んでそしてもう一回復習する。10個ずつの単位分ければ簡単になる。10個の会話を覚えたらそして一回復習して頑張って、人にで10個の会話は言う。鏡を見て言う。なんかちょっとクレイジーですね。ちょっと変かもしれません。私は人形持ってて、その普段の会話、この人こんな風に言う、この人こんな風に言う。こんな風にすると、次回はなんか、あ、この人はポールさんです。ポールじゃなくても、その会話の中にその人の名前ポールさんだったら、あ、この人はポールさんの扱いすれば OK とか、あ、その人いつもなんかサイモンさん、OK、サイモンさん、じゃあサイモンさん、じゃあ私は今ポールさんの役割に、だからポールさんみたいに喋るっていう、なんか、たまには英語も日本語も、外国語を喋るときは、映画を、なんかもう、映画に出るっていう気分がありませんか、皆さん。もう自分の言語じゃないから他の言語で喋っていて、もうまるで今撮影みたいな仕事じゃない。これ頑張ってそのセリフを覚えて、あ、こんな風によし覚えて、で言う。今私は店員さんです、だから店員さんのセリフなんだっけ、店員さんって言うべきことっていう風に、もう会話必ず上手だから、英語が上手に喋れる人たちは、まあ、日本人でもいいし、インド人もでもいいし、で、みんな喋ると、なんか喋るときは、その雰囲気はちょっと欧米、なんか、アメリカ人とか欧米人っぽくなるですね。なんか、英語、ネイティブが喋るときは、みんなこんな風に動き、だからみんな英語喋るときも、ついついこんな動きが自然に出てくる。でも、それもいいこと。あ、また、達成しちゃった。10時になりました。不好意思、我太啰嗦了。你看我是不是很啰嗦呀？啰嗦的意思就是、ちょっと、日本語なんだっけ？很啰嗦。喋りすぎ。talkative, too talkative。对，太啰嗦了。我一个人可以说十个小时，我觉得多分人にで10時間就喋れそうな感じ。それが良くない。だから今はまだそこまで年取ってないけど、多分私年取ったらめちゃ苦しい人間かもしれません。誰も私の話も聞いてくれないから、人にずっと家でバーで喋る。
かもしれません。あ、それも悲しいこと。早く相手見つかって、その人にわー、毎日喋る。それは楽しいことかも。所以我的姐姐常常说，お姉さんよく言ってた。あ、また若いのにこんなおしゃべりすぎ。年取ったらどうになるかわからないね。大変。よく言われる。だから、じゃあいろんな言語を勉強して、いろんな国の人と喋れば OK だなって感じもある。今日はインド語、明日スペイン語、明後日フランス語。そうすると、同じのことなんですけど、でも違う言語喋ってるよ。だからそうすると、違う人と話す。だから、もうフランス語、スペイン語、日本語、英語、中国語、まあ、これから韓国語ですね。で、その言語を喋れば、世界のもう 88% の人と交流できるから、だから世界いっぱいの人がいるから、みんなちょっとずつ喋れば。で、それは楽しいこと。好的。本当に喋りすぎ。あー。No see end。No see end, no see end. Bonjour, je parle beaucoup aujourd'hui, c'est le papillon. 这个是今天我说太多了，不太好。所以就是学习的方法，今はね、一番おすすめするのはやっぱり、会話ですね。会話覚えるのは大事。今毎日。必ず、まあ、必ずじゃないけどね。今頑張って毎日1個アップデート更新してますけど、でもいつかいきなり病気になっちゃって、もういきなり喋れなくなってしまって。だったら多分、ああ、残念ながら明日、動画が更新できないっていう可能性もあります。だから今頑張って作っています。なので皆さんぜひメモしてくださいね。メモして発音練習して。もし覚えられないなら、例えば会話どうしても覚えられない、どうすればいいですか？じゃあ、聞く。まず書く。書いてから一緒に読む。例えばこの動き見た。あ、絶対次は。あ、这是谁弄的？だから自然に自分もちょっとよくなんか俳優さんみたいにその音声を消してその動画見るだけで自分で読んでみる。だから今わざとピン音なしで。文字だけにしてる。ピンなしで読めるその会話。1分間ですね。実は会話1分間くらい。だから2分間はその解釈。なので、実はまだ1分間会話ですよ。だからみんなすごい長く感じるのは、その単語難しくなってるだけです。もし、你好吗？我很好。え？簡単。でも、你好吗？我很好。我不是很好。你好不好。すると、あれ？その会話が長くなっちゃう。っていう感じですね。単語が難しくなっただけです、実は。好的。その辺は素敵です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも喋ってます。いつも、大体いつも喋っているか、いつも食べているかっていう感じですね。又吃又说。これはもう最高ですね。嬉しいです。喋いろんな言語を使って、外国語を使って喋って、と、外国のいろんな国の美味しいものを食べて、いろんな国の人たちとおしゃべりするは、これは大、なんか嬉しいことです。あ、Mimi is crazy now。对。这个就是、我觉得就是、motivation。結構みんな、こんないろんな言語を勉強して、モチベーションは何ですか？モチベーションは、喋るです。食べるです。っていう感じだね。食べる。と喋るっていう。喋ると、いろんな、面白い話も聞く。そして、美味しいもの、なんかいろんな国の、まあ、実際に旅行行けなくても、自分の小さい世界でも楽しめる感じですね。まあ、まだヨーロッパ行ったことがないです。英語喋れる国、ネイティブが英語喋る国もまだ行ったことがないです。アメリカも行ったことないです。タイ、意外タイ行きますね。タイはタイ語勉強してないのに、タイ、今日本ですね。韓国ぐらいですね。三个地方。对。所以、
まあ、日本語勉強したから日本あの幸い今日本にいます。でもまだ英語使う国はいたことないです。カナダとかオーストラリアとか、まあ、まだいたことないですね。まあもう行かなくても OK かな。もうテレビで映画で十分見てるから、こんな小さいの世界でそれは楽しめる。まあ行かなくてもまことなると食べれるからという感じ。对。でもいつかスペイン。もう終わるんですか。まだ終わってない。ごめんなさい、喋りすぎ。いつもこんな感じですね。あ、喋れないと寂しいですという感じ。でも冗談です。で、 でも喋ると楽しいです。今日本語喋ってるからっていう感じもあるんですね。あ、熱くなってきた。ちょっと不太好意思了。うん。なので、あの、我和大家是一样的。みんなの気持ちよく理解できる。みんな早く中国語喋りたい。私も早くフランス語とかスペイン語とか早く喋りたい。でも、あの、そして勉強する方法も大体わかるんですね。会話は一番大事です。大体みんな勉強する目標は会話したいっていうことです。私も同じ。会話一番、会話したい。いろんな、会話できて、いろんな人と交流したいっていう気分です。私も同じです。残念ながら、みんな、私たちみんな普通の人間です。神じゃないから天才、まあ、そう、もしかして誰か天才の方もいるかもしれません。一日一個の言、一個の会話を丸暗記できて、そして忘れない。それは本当に天才ですね。残念ながら、一日一つの会話を覚えても、明日、翌日忘れちゃうから。で、だから、繰り返すのは大事ですね。繰り返す。だから、まあ、忘れてもいいから、頑張り続けて、10個の会話を覚えて、で、そしてまたこの10個を復習して、で、また1回復習して OK だから、また進んで10個覚えて、20個覚えたらまたこの20個単位としてもう1回復習して、で、100個できたら、OK だなっていう。そもそも会話の中には全部新しい単語とは限らないから、だから実はこの意外にその100個の単語、会話覚えても、あの 50% は同じのものです。なので、それは日常会話だから。だいたい、吃、喝、住、游、购、娱。吃、食べる。喝、飲む。游、旅行。购、買い物。娱、娯楽。所以、吃、喝、购、娱。あ、吃、喝、游、购、娱。って感じで、五個。それはガイドの勉強でしたね。なんか聞いたことがある。あー、わかります。長いですね。残念ながらテストは、例えば HSK6級も、あー、それは会話と関係ないですね。会話上手になるのはすごく簡単です。会話覚えば OK です。ただ、あの、残念ながら皆さんも本当に会話だけじゃない。仕事を使わなきゃ、仕事で、まあ私もそうだし、N1、トイック、それ取るために、すごく長い文章、もう眠い、ただ眠いだけ。だからトイックの受験するときも、眠いなって感じ。コーヒー飲んだらアレルギーだし、コーヒー飲まないと眠いし、本当に苦しいな。なんか人生は苦しいな、その一瞬で。飲むか飲まないか、飲むと、なんかもう、あの、体が震えちゃうから、あのコーヒー飲むとこの、あ、どうしよう、余計になんか集中できないですね。でも飲まないとなんか眠いですね。だからおすすめするものはなんか、なんだっけ、私いつも持ってるもの、どこに置いちゃっただっけ、あれ、じゃあな、これです。いつも持ってます。勉強する前に、これ。はあ、そしてこれをいっぱい、これ、太陽穴、ここにつける。ここに、
で、ここにつける。なんかここにつけるとすごいこの匂いが涼しいから、あとここにつけるとなんかツボですね、ツボですだけ、なんかあの頭痛い時にみんな漢方の先生よくここにへこんでる、その両側へこんでるところに、ここにね、ここにへこんでるところに押す、で押すとちょっとなんかあの頭痛いとかツツとか返す、なんかそのツツとかよくなんか日本語なんだっけ忘れました。これには効果があります。ここに押すとね、なんかあー眠い眠いで、ここに強くここに押すとあのちょっと元気になる。あとここにこれをつける、ここにつけるとはっ、でそして長い文章ごめかみですね。これはメインターム、あ、販売名はメインタームだね。メインタームはその効果とはすに傷、やけど、霜焼け、虫刺され、ソニー傷あれ、ソニー傷とすに傷何が違う、気に傷か、なんとかなんとかなんとか、読めない、これしまった、打傷这个我读不了，この難しい、読めない。なんとか、这个怎么读啊？これどうやって読むだっけ？打。いつもこれ見るけど、なんか読めないね、これ読み方。これ出したっけ？三个啊，这个怎么读啊？这个，我觉得这个好难啊。これでしたっけ？多分还有一横。这个汉字好难。打不哭。啊，打不哭。ありがとうございます。打不哭ですね。打不哭なんとか打不哭。神経痛、かゆみ、靴ずれ、日々、赤切れ、筋肉、ローマンスチ、あ？筋肉、ロイマチス、あと炎症。まあ、いろんな書いてますけど、その、なんか、なんかあのリフレッシュっていう効果書いてないけどね、でもいつもこれ使ってます。なんか匂いがいいで、これでコーヒー飲めないから、なんか元気、なんか眠い時はよくこれ使ってます。はあ、もう10時になりましたついついこの時間。 OKOKOK、 本当に今はもう寝なきゃ、まあ寝ないけど、これからフランス語の勉強もする。あの大体あのまあ疲れるときはそのまあ会話を進みたいから、目標は100ぐらいのフランス語の会話を覚えたいから、でその100個としたら意外に1日1個にしても100個的話是100日ですね。100日だと3ヶ月がかかる。だから1日過ぎたらもう4ヶ月になっちゃう。だからもう疲れるときはもう書くくらい、とりあえず書く、書いてからまあ明日も書く、進む、無理やりに進む、その日覚えられなくても読むだけ、その会話を書いて読むだけっていう感じだね。あ、ないです、ないです。 Are you still live? I missed the classYeah, yeah, but it's today I'm going to today because it's learn Chinese in Japanese. So
I spoke a lot of Japanese. And I learned this, how to this, daboku. Daboku sho, kore wa? Daboku sho, da ne. Daboku sho. I learned this Chinese word today. 今日はこれ勉強しました。打撲。なんか気持ち的に、なんか、僕は日本語の私ですね。私を殴るみたいな気持ち。打撲。でも覚えやすい。中国語のこれは打。そもそも中国語では打ですね。打。あの、なんか、打つとか殴るの意味。日本語の僕、まあ字が違うけど、でもなんとか、僕と同じ、打撲私を殴るっていう、っていうに変に覚えました。打撲。はい、覚えました。そうね、なんかたまには、なんか単語を覚えるときも面白いですね。なんか自分の想像力。I will try to make it next week. So the next I was dreaming is the day after tomorrow, and it's 10 a.m. So it's a little bit different. I only do the live streaming in the evening, like every Wednesday. But every Friday, it's morning. The time, it's Japanese time because I'm in Japan now. I will try to make it next time. I started saying 6 a.m. email. Oh, 6 a.m. That's too early. Every day I woke up at 8 a.m. It's impossible for me to wake up or to get up before 8 a.m. For me, it's so difficult. I prefer to sleep late, but I can never like get up very early. It's very difficult for me. Anyway, 今日は見てくれてありがとうございます。もう本当に短いじゃん。喋りすぎ。もしかしてこのお茶がなんかカフェインが入ってるかも。嘘です。カフェインが入ってない。カフェインが入ってるものはほぼ飲まないです。で、好的。Oh, you want to practice Japanese? I thought you wanted to learn Chinese. Anyway. But it's good because if you're learning Chinese or Japanese, yeah, it's good for you. Kanbo, 飲んでみてください。おいしい。まあ小さい頃よく漢方飲んでましたね。はい。はあ、好累だ。あ、both Japanese and Chinese. Wow, that's great. That's why I think it's good for you. It's good for you to watch my HSK4 videos every day. The conversation.And because I put the two subtitles, like Japanese and English subtitles, so you can watch. Maybe in the future, I'm going to teach Chinese in Spanish. But that's my dream. Next year, I will try if I still can continue my job. Yeah, I'm not sure yet. I'm not sure everything, but...Okay, so I will see you on Friday morning. で、次回のライブ配信は今週の乾杯。Pourquoi? Mais maintenant, je bois le thé des chinoises. 对，休息了今天，对，要休息了，好累了。まあこれからもし登録者がすごく増えたら、もし登録者が1万人になったらね、お祝い
お祝いとして5時間のライブ配信しようかな。で、2万人になったら10時間のライブ配信。3万人になったら15時間のライブ配信。4万人になったら20時間のライブ配信。で、48日。でも大丈夫ですよ。で、ライブ配信が大好きなので。48時間ライブ配信で寝るときも。で、落ち着いた。だからみんな。ちょうど、まあ、多分フォロワーはいろんな国から、いろんな国から、いますので、だから、48時間は必ず、どうかの国の人は、起きてますので、だから回して、そのライブ配信も面白いかもしれません。だから、あ、今寝てる、はい、今寝る時間、8時間は、その動画見ても、だから顔が見えない。はい、今日は見てくれてありがとうございます。で、また金曜日の朝です。金曜日の朝は中国語、英語で中国語を教えるので、だから英語に興味がある方はぜひ参加してみてください。いつかね、いつかフランス語かスペイン語を使って教えたいなと思ってます。まあ、これは私の夢です。あ、我的嗓子哑了。好的，晚安，大家，おやすみなさい。Buenos noches. Je dois dormir maintenant. Donc, bonne nuit. Adios. ありがとうございました。また金曜日の朝10時。はい、また再见。え、違う。また。